さあ恐る恐るのトークのこの始まりましたやってるかどうかっていうところでゆっくりゆっくりやったよゆっくりやったよ間違いないようにねはいはい事故が起こらないように今日もやったんでねさあ本日もじゃあ自己まみれでやってまいりましょう水曜日ですね15時を回りまして本日は2月の8日でございますねさあバレンタインデー直前の放送でございますけどそうですねさあ皆さんじゃあいつも通り俺が間違いないタイトルコールを はい熟成少年よろしくお願いいたしますしお願いいたしますもうこうねこうやっておるともう完全にこの芸人の最初のねはいどうもみたいな感じがね <laughs> そうですね<ー>、はい、もうあのいつも通りのな,流れ,なれ流れですけどもまあまあまあだいたいこの感じでねあのーうん、まあ我々飲食店やってるんですけどもこの飲食店でもねこの感じではいどうもみたいな感じで入る感じ、ね、<laughs> <laughs> ノリ的にはそんな感じです、ね、ノリ的にはね、はい、そう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 あるシャンスおしぼり冷たいですよ冷たいですよ <laughs> 思ったより冷たいですよーつってちょっとね, <laughs> っねあの一笑いをもらいながらそうね、うん、思ったより冷たいとか言われながらなそうそう,そう,そ,うそうなんですよ、うん、沖縄のちょっとねあのー、いつ暖かくなるかわかんないでもう常に年中冷たいっていう感じでねはい、はい、あのー、心温かいですよどんかいいかねでお馴染のどうしますみたいなことって始まるわけですよね居酒屋のねのそうねそういうそういうとこからまず始まります掴みはねそんな感じでいつもやってるからいや本当ねあのー、今日は霧雨ですねそうですね。 珍しく今日は雨が降ってますねそうそうそうだ僕,らただ僕らの放送で雨が降るの珍しくないですかあそうそんな別に自分のこと晴れ男だと思ってない<前>いやいやいや <laughs> 意外と意外とあれですよ僕らの放送の時雨降ったことないんですよあそうなんですねそうなんですよ まあね、本当、あのー、こんだけちょっと寒くなってきて、2月になると、もさすがにちょっと、こうね本当にあのそれこそリアルに、えー、いつもの流れで言いますとね、本当の美ら海水族館に今日行こうかっていうね、カップルのこのね、ま、はい、つぶしのこの流したるところにこう、われわとい, <laughs> いつもその感じでやりたいと思うんですけど、の今日は本当に美ら海ぐらいしかやることがないんじゃないかっ,って <laughs> そうですね、うん、こんだけの天気だとね、今日は。だからその、うん、ちょうど、え2日前、おとついかな。 おとついに、あのーまあえっと、夜9時半ぐらいにあのまあ働いてる時にいらっしゃいませとはい、はい、で実はあのー、ここ最近やっぱり国際通り、えー、いわゆるこのキャンプが始まってスポーツ選手のね、はい、で結構そのスポーツ選手のキャンプなんかがこう、まあ、その始まる関係での関係者いわゆるこう新聞社様とかね、うん あとはまあそれをまあ感染に来てるもうこる内地のグループさんとかはい、はい、結構多いんですけど結構そういう方々ってもう目的意識を持ってパンパンって動いてるから結構お食事の時間も早くて大体、はい、6時とかも6時半ぐらいにはもう、ねあのー、まあ最初から食べ,、まあ、食べ始めて結構まあだ変な話も9時ぐらいにはもう逆に、ね、もう皆さんも,もう帰られると、うん、まあ通常の,この忙しい時間だというか夏の繁忙期になってくると。 通常だと、これがね、どうしてもこう第2回転、第3回転って言われるような、うん、ずっとお客さん入りっぱなしになるんだけど、まあまあ、最近だとやっぱり、時間が早いため、大体このね、9時ぐらいには、まあ、もう本当に落ち着いてしまうと、そうですね、うもう最近はずっとそうですからね。うん、なんだけど、まあ、それこそ、あのまあもうね、今日これで終わりかなと思ってね、うん、30分ぐらい、こう、うん、あどうしようかなと思って、本当こう、なんか、醤油のね、お醤油うゆとか、机にある、ね、はい,はいはい、あるんですけど、まあ、お醤油の瓶なんか拭きながらこうやってたんですけど、その時まあいらっしゃいませと、来るわけですよ。はい えー、2名様ですと「うん、おお珍しいらっしゃいませ」っつって、えー、におそらくまあこう若い女の子2人だったんですけど二十歳よりちょっと超えたぐらいかなもう本当にもう見た感じまあ大学生かもう社会人12年目のほんとに若々しい感じの女の子2人がやってきて「いらっしゃいませと」とはい、はい、まあ正直その時他にお客様いらっしゃらなかったのではいはい。はい ああのー、まあ、もう本当貸し切りですよとあ,あそうですね<う>僕らそうでしたねははい、はいその日は、はいはい、でもそのままあのー、先ほどのね感じじゃないですけどいらっしゃいまたとお仕事いめたいですよとか言いながらね、はい、あのー、珍しいですねっつって、あのーまあ、そんな話をしたんですけど本当にちょっと思ったことまあ、うん、けまあ本当にあのー、話の流れで言うとその女の子ああのー、まあ、丸2泊3日でまあ旅行の予定を組んでましてまあ ざっくりと美らみに行きたいと。ざっくりと美らみじゃないな。えっと青の洞窟に行きたいと。そう、青の洞窟です。そう。沖縄で青の洞窟といえばね、前田岬、はい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 。ーブの上の方にございますけどね、有名なダイビングスポット、シノケルのスポットでございますけど、そこに行きたいっていうことだけ決まってて、あ、そうなんだと。で、他どうなのって言ったら、すごいなんか困った顔で二人ね、駆けして、どうしたのって言ったら、いや、そんな決めてないんですよみたいな感じのね、あ、そうなんだって。 えー、そうなんだでも結構ね、美ら海ジャニその前田岬行くんだったら、結構いろんなところでこ、この、ね、その途中に間に茶炭って言われるところとかね、まあ、いろんなスポットあるから、そちら遊んだらいいんじゃないのっての、うん、バスなんですよっ,つってね聞いてびっくりしましたねあの二人バスでしたからね、バスで沖縄の前田岬まで行って、ダイビングして帰ってくる。はいはい はい。他に何か遊ぶとこありませんか、はい、いや今すぐ那覇か戻ってこいと <laughs> バス沖縄そんな利便性よくないんですよそう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 ,そう,そうというか沖縄に来て、うん、あのバスで前田岬行くってまあまあパンチ効いてるぜっ,て <laughs> っていう話をしたんですよね <laughs> だってなかなかあれですよその距離を考えたらねそうだから多分分かんない人は多分、はい、まあ沖縄のねローカル放送ですから多分いないと思うんですけどあのー。 言ってしまえばね、東京23区とかでは、もう縦横無尽に走ってるわけですよ、JR、地下鉄、私鉄、そうですね、もうバスもタクシーも何でもございますと、移動手段は困らないですからね、向こうは。沖縄は主要道路が日本しかございません、330が58号線、そうそうそう、基本的にね、基本的にそっちしかないからね、その道路が永遠とこの北と南をつなげてるんですそこは、自ら走る能力がなければ、何も遊ぶところがないよそうです 自由の選択ございません、ねはい、沖縄のバスは全部に GPS がついてます今なぜかというとそんなねあの道路2つしかないですからほっといたら混むわけですよ <laughs> <laughs> 那覇から出るのに1時間 1> まあまあ1時間ぐらいですよ、ねうん、言ってしまえばいやそんな中でバスで行こうなんてねどうしようかっつってでまあ大体あるあるだよね居酒屋でね、はい、その この、まあとどうしたらいいですかって相談乗ってくださいじゃないけどね、あじゃあ、あのそういうこでお兄さんが教えてあげようねみたいな。ああ、そうですね、もうあるあるですね、それはね、うちらのお店のあるあるですね。いろんなカップルとかいろんなおじいちゃん、おばあちゃん、皆さんにこういろんなとご紹介するんですよね、うん、本当にもう,、あのーね、こう、40歳ぐらいのねもう沖縄もう、なんかふやっほーいみたいな、<laughs> <laughs> もう金、金なあるぜみたいな、<laughs> <laughs> そんなおっさんにはもうね、よかったらあの松山という名前の,の登山ができますけどね。<laughs> これがまたこう。逆にね。ちょっとこう遊び慣れてるね。うん、もう確実に。もうなんかスナックのママとそのなんか乗客みたいなね。はいはい、もうそんなお客様であれば、うん、近くにで桜坂という。あの、ちょっと本当にあのモンスターペアレンツっていうね。よくわからないですけど、ね <laughs> はい、あのモンスター性別モンスターがたくさんいらっしゃる地域があるんですけど、とかね。はい、あのまあ、紹介したりとか。うん まあ本当にねあの若いね本当ね超パリピーみたいなことね言ってるわほ、うんとにもうなんかもうこいつ人生大丈夫かみたいな女の子に対してあのよかったらちょっとあの男を拾うに比べに行ってみたいなね <laughs> そ,うそうそうそうねうん難しいね難しいです二十歳ぐらいの大学卒業したすごいいい子って難しいねさすがに今回はトークが探り探りでご紹介したんですけどまあでもあの子たちは本当にねいい子たちでしたよね、うん、そう だ、これが、その、大体、その、僕らもそうじゃん、その。居酒屋とかで喋ってると、はい、その、まあ、何か一つのきっかけを。まあ、もらって、そこの、まあ、話を広げると。いうか、はい、まあ、まあ、そうですね。はい。 だ、結構、まあ、あ、ご旅行なんですかって、二回目、三回目来てるんです。あ、二回目、三回目来てるんですか。あ、じゃ、結構、もう回ってますね、とかね。あの、で、どこどこ、もう、でも、回ったけど、こ他なんか知らないとか、言っそういう話ができるんですけど。そういうのは、なかなかできない。ピコンってなったね、これね。マイクに入るのね。入りましたね、今ね。大丈夫、あの、メールです。で、まあ、そんなこと言うんだけど、もなんせね、沖縄に、まあ、二回しか来たことがない。言ってましたね。そう。しかも、それも、まあ、本当に、若い時というかね。うん。 でそんな女の子たちに何紹介したらいいかっ、はい、困っちゃってねあのー、本当にまあ車もないし、うん、どうしたのって言ってまあ、まあ、結果で言うと網打くじしたんですよねそうですね <laughs> 網だくじの,あの項目が全部で10個あるって、ね、いやもう全然だってさ、はい、その本当に沖縄車がないとどうも行きませんよと、うん、でじゃあどうしたいのとはいはい 一生懸命考えるわけですよ、はい、これも本当にもうね大体この内地から観光,観光の友達が来るときの、うん、まあ一つの参考にしようしんですけど基本的に冬なんかはやることはございませんそうですね、はい、こっちはもう冬は。<laughs> って言ったらちょっとね冬頑張ってるよっていうことにも知っるんですけど <laughs> 基本的にあのやっぱり夏がねメインの観光地でございます。そうですね そう基本的にやることはございません、まあ暖かくなってからみんな活動しますからねそんなところでねあのいつもよくやる居酒屋とか、はいえー、大体まあご飯を食べた後このあとどう,し,ようかっつっしょうか、えー、っとか、まあ、結構遊びたいんであればね、はい、あの沖縄クラブが、うん、結構もともとアメリカでしたから、うん、あのクラブ文化を見て外国人のお客さんなんかもたまにいらっしゃったりとか、ねうんえー、して、まあ、結構わきわきしてるんですよと、えー、そういうところで、まあ、女の子は、えー、レディースデーなんかであれば。 え大体クラブ千五百円とかね。そうですね。千円で入れて。安く入りますからね。らねあのー、泡盛なんかは飲み放題ですから。沖縄は特に無制限ですしね。そう沖縄珍しいですよね。クラブに行って泡盛飲み放題っていうのはね。もうね。びっくりしますよね <laughs> あれね。<laughs> さすが沖縄ですすよねすごいよねすごいですよアルコールが飲み放題でございます。はいはい、<laughs> もう,もう,、ねもうね、安くてね人もたくさんいるから出会いもあるしもうクラブ行ってちょっとこう遊んできたらいいんじゃないの本当ですよ、ね、だい大体こんな感じで、ねうん、あのクラブに振ったりするんですけど、あのーまあ、ちょっとそういうの苦手だなと、はい、沖縄でこの、ね、旅行に来て開放感でやっほいみたいなそれがまあそこまで突き抜けることはできないぐらいの、ねうん、まあ静かな遊びをしてる子たち。 あじゃあよかかかったらバーななんかどうかなっていういわけですよはい、はい、クラブと違って、うんあのー、クラブなんかはこう自分で踊らなきゃいけないとかね、まあ、の飲んでこう、まあ、隣の人とこう、ね、ダンスをしながらセッションじゃないけどさそういうのはねちょっとありますよね意外とあれ高度なテクニックなんだよねあの自分にこの興味があるじゃないけどさ、はい、の気の合いそうな人をつと捕まえて、まあ、話しながら一緒に飲むとかさ、うん、踊るっていうのは、まあ、いわゆるコミュニケーション能力が高くないとなかなか難しい話で。 そうですねそれは結構ねクラブ特にクラブとか難しいんじゃないですかそうだよねだからやっぱりそのまあどっちかっていうとまあねコミュニケーション能力そこまで私は高くないよとかそこまで僕は高くないよっていう方だとじゃあバーなんかいどうですかはいそうですね一応ごめんなさい途中で僕の頭の中では今女性のグループに話しかける遊び方ですね男は基本的にキャバクラ行ってこい以上でで終わりなのはい バーなんか行ってきたらどうなんかってって、うん、で沖縄だとその、まあ、バーは本当にお酒を飲むのがまあ基本的には、うん、やっぱりこうこと書かないというかねそうですねここら辺やっぱりそのなんだろう人口の比率より飲み屋さん多いですからね。本、ねはい、本当にに基的面白い 居酒屋さんとかバーとかたくさんあるんで,、うん、で基本的にはうちは居酒屋で今ご紹介することが大体2軒目っていうね、はい、お酒をメインとしてまあ楽しいバークラブと違うところは基本的にバーなんかは楽しましてくれるんだよねいわゆる店員さんが変わっててとか、ねうん、この楽しましてくれるって言ったらあれだけど、まあ、受け身でもある程度大丈夫と。はい、はいうん あの友達2人とか友達3人でわきわきはね分析するのもよし、うんはい、カウンターに座って「お姉さん方どっから来たの?」って言いながら「えー、と福岡です」とか、ね「はいはい、大阪です」とか言いながら「うん、あそうなんだ」って言って話を広げてもらうもよし、はい、もうあとはそのバーの質によってね、えー、カラオケがメインだったりとかイケメンだったりとか逆に女の子の、ねあのー、バーテンさんが多いとことかねいろんなとことがあります、ね、まあそういうところのまあチョイスがありますと。 あとは民謡居酒屋とかね、本当に沖縄らしい沖縄らしいとかね、ポップな遊びったとか、あとは波の上とかね、今ちょうど1月もう終わりましたけど、一応ね、初年度の始まりの方の月好きだったんでね、波の上神宮っていうね、ちょっとお参りなんかしたらどうなのかとか、おみくじも引いたらいいじゃないでかとか、そんな話もしました。そんな感じですはい これのどれにも反応しなかったんですよね。彼女たちは。そうですよね。そうなんですよ。全然乗り気じゃなかったですもんね。そういう話をしなく、して、してる時にね。一から十まで受け身やんか。はいはいはい。びっくりしたよね。あみだくじするしかなかったもんね。だって、あみだくじの中に、あの、帰宅って書いてありましたからね。帰宅コンビニ。っそうそうそう。あとは、まあ、ね、僕らのほら。僕らって、まあ、しまちゃんとかね。結構よく行って、仲良くしてもらってるバーの。名前だったりとかね。 そういうところが書いてあったりしてるんで。だってさ、はい、基本的にその迷ったら見だくじっていうのは結構多いね。はい、そのまあうちのまああるスタッフの誕生日の時に、はい、誕生日の午前中、うん、要はその前日一緒にまあこう仕事しながら飲んでたからね。はい、朝まあこう寝起きな寝起きで、あ今日お前誕生日おめでとうって言っありがとうございますってどうするじゃんなんか飯場口に行くって。いやー。 誕生日で島田さんと二人でご飯とかちょっと SNS とか本当にやめてほしいですみたいな <laughs> うるせえよみたいなね <laughs> <laughs> うるせえよとか思いながら本当もうんでみたいなねいやもうそれは分かってますけどねその子はまあいわゆるこのリア充もう大爆発みたいな子だったそうリア充大爆発の子がま,あまさか誕生日の午前中におっさんと二人で飯かみたいなね <laughs> まあおっさんって言っても俺その時まだ28とかだから、はい、まだギリギリだったけどまあまあいつも通りの見た目は変わりませんから。 まあでもまあ,年まあ僕らのね職場なんて年下が結構多いですからね,まあ本当ね若い子たちが多いからそうそうそう誕生日飯行かっつってね <はい S 1> そういうところでじゃあどうしようかっつってやったら網だくじだったからまあそ,のそれぐらいから困った時はミだくじっていうちょっとねお笑いがあって <うん S 1> さっき言ったよりも飲みに行くかって言ってるけども帰宅ってねはいはい書いたりとか。 もうコンビニでお酒買って、もう飲んで寝ろとか。そうね、ありましたね。コンビニっていう項目もありましたからね。そうそう、あとは、あの、国際通り出て、後ろに、あの、まあ、いろんな人がいると。はい。で、二人組の多分、同じような女性の二人組がいるから、もうその後ろついていきなさいと。はい。ついてって入ったお店は、多分女二人で大丈夫なお店だから。はい。一緒に後ろから入ってったりよ。はい。ご新規様ですか。つ。ストーキング大作戦。はい。はい。ええ、あと、何書いたかな。あと、あ、いつもいるの、その二ね。その二。うん。うん。あの。 陀舵ってやっぱりさどこまでやってもその紙の大きさが限界なんだよねはい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 線を引くにも紙の大きさまでっていうねそうですねそれの向こう側を突き抜けるそのっていうねそのその向こう側がまた10本を出して大体線を引くわけですはいで本当持ってる子たちだよねじゃあもういいよとじゃあもうはい陀舵やろうっつってはい へと私決めあ,あんた決めてよみたいなお互いに譲り合うっていう、はい、どっちだっていいじゃんくじなん行き着くことは決まってますからねどっちにしてもね。で久々に見たね、はい、あの小学校の時とかさ網だくじを目の前にして鉛筆を要は振り子みたいに振るのよこのこのこうなんていうか右左に手を振ってうん鉛筆の先がこの網だくじの先に「どこにストップ!」って言ってっつってこう「どう止まるか」とか言って。 えーストップとか言ってこうなんか行き過ぎて違うよとか言いながら小学生 <laughs> お前ら小学生かいなといなそれだけ純粋な子たちだったら純粋な子立ちだったちが、はいま、じゃあもう、はい、ええみたいなじゃんけんしてじゃあじゃじゃ,じゃんけんじゃんけんするわってじゃんけんポンってああ勝っちゃったーとか言って,言ってね、えー、どうにするー決められないみたいなね <laughs> 決められんのかいみたいな結果決められんのかいみたいなねそうあの さすがに2回目やるとね、うん、あの介入してしまいますよね。じゃあ僕らはいつもどうやってるか教えますって。はい、鉛筆を立てて、鉛筆離して、ちょっと離れたとかね、その鉛筆の先が一番近い棒のところをやったらいいよつって。はい、まあそれだったらね、ひ、まあ、言ちゃんと言うて、それだったらもうね、運に天を任して、それで決まったものでいきましょうと、うんはい、いうわけですよ。そ、はい、したらもう、どっち話離してもいいからって言ったら、ああそこで心が決まったのか、片方がじゃあじゃあじゃあってね,ね、コロンってやって。えー、すごい その時流れてたバック BGM は、あれですね、壊れるほど愛しても、シャムシェードですか、思わず口ずさみながら、あみだくじを前に進めながら、壊れるほど愛しても、右、左、右、左みたいなね、3分の1に出て、さあ、どうでしょうか、さオープン・ザ・プライスみたいなね、やったら本当に。 あのそこに帰宅って書いてあるん <laughs> <laughs> こんだけ時間つくっ使って帰宅会帰れっつってすごいですよねあ,<ー>あの何だろう引きくじ運くじ運っていうかね,すご,いねすごいですよ帰宅っていうね<あー> <laughs> 思わず言っちゃうしかないもん帰れっつって <laughs> 中へ帰れっつってそうですよもう言うしかないですよもうそれはねそ、はい、したら不満そうな顔してやがんのね <laughs> <laughs> 決めれんかったからもうまあこれでやったけどまあ分かったとじゃあもう一回もう一回じゃあ同じかもう一回チャンスあげるよってもう一回こうやってね棒倒ししてもう一回やったらそれでいこうってはいはいじゃもう一回やるわけですはいじゃあもう一回歌うわけですよ流れる音は今度変わりましたはいシャナナですねミミテンションテンションぶち上げですねそれねミンミンのシャナナが流れましたえシャナナナナナナナ左右左っつって さ行きましょうかじゃあ続きましての、はい、オープンのプライズみたいなね、はい、ガチャってやったら「あの波の上」って書いてたんだよね「波の上」とか行ってねあの時間から波の上行ってもねっていうねそう、えー、時刻は11時15分ぐらいでしたで、ね、そうですね波の上神宮に行って、うん、あ手前のコンビニもしくはマックスバリューでビールか花火かかって外の暗い海を見ながら寒いねって言いながら触れると。<laughs> <laughs> <laughs> 花火をしたらもうならあの警備員さんというか、まあ、警察に怒られると、はい、ここで花火しちゃいけないよって、ねはい、そこまでワンセットで楽しめばいいんじゃないみたいな <laughs> そうですね、うんうんまあ、そんなことを言ってたわけですよ、うんあのー、そしたらね、あのー、波の上も嫌だみたいというかもう絶対不満そうな顔をしててね <laughs> はい,、はい、いや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 もうもう言ってしまったよね結果何したいのってって。<laughs> あー もうじゃあ分かったって、はい、最後泣きの一回ねっっはいもうこれ,をこれ当たったら行くんだよっ,って、はい、やったわけですよ、はい、そしたらさっき言った大体バーとかね、はい、クラブとかね、うん、まあ大体そういうのがあた1個だけダイニングバーの、まあ、いわゆるカウンターで俺がまあ普通に個人的なプライベートでよく行くう、まあ、本当にダイニングバーというか。はいはい 本当にソファーがふかふかでね、あのー、すごい沈むソファーなのよ、うん、高いソファーもういいもう本当にもうお値段高いソファーがこうカウンターにあるダイニングバーがありまして、はいえー、そこ1個おりさんでそこに当たったのよね、はい、そしたらその様子を見てきた、うん、さっきまあ話にも上がりました、あのー、誕生日を、ね、ま,さまさかお「おえ島田さんと2人で午前中過ごしたくない」みたいなね、はい、た店長が降りてきましてああよかったって。うん こ,こ,この選択肢の中で一番まともだよっつってね。<laughs> じゃあ行こうかっつって。誰がも別にまとも全部まともやわや全部あれまともでしたけどね。ただあのキャラが濃いっていうだけで他の店はね。そう,ねそ,うそうそうそう。キャラが濃いからこそ楽しませてくれるとかもあったんだけど、若さにございますラシュシュというですねダイニングバーでございますね。うん、あのーまああのー まあよくね本当にスタッフでよくいるあのとユートっていうね男の子がいるんですけど関西圏から来た男の子でえ別にまあちあのめちゃめちゃ料理がうまいっていうね単純にねあの本当にあのフレンチ系まあイタリアンかパスタなんか作らせたら本当にもうセンスで料理するんだけどこのセンスが家庭料理を超えてしまうっていうね本当にもうめちゃめちゃうまいあのまあこんなおしゃれなダイニングバーがあるんですけどまあそこに行きましてでじゃあそ,こそ,まあそこになりましてですねで行ってきたらいいよ でもじゃあ紹介するよってうずっと本当にもうなんかあの濡れてる猫みたいな感じでね2人ともね <laughs> おなんかだろうみたいな <laughs> ブルブル震えてもうどうしようみたいなわ <laughs> かったわかったと <laughs> じゃあじゃあ,あ,のあの俺ももう仕事ねあるしもう次あるからもうすぐ帰るけどそこまで店員さんには紹介するから、はい、え行きましょうかっつって、はい、じゃあ行くよっつって俺さちょっと連れてくれっつって、はい、で行ったわけですよ、はい。あのー まあ、タクシーに乗っけて、はいえー、俺は後ろで原付きでね、こうずっとっ、ついていてね、どこどこで下ろしてくださいね、はいで、下ろして、まあ、こうっと座らせるわけです。うん、で、まあ、着きました。 はいえー、お店構えは本当に,、ねあのー、本当にワインとか、えーまあ、ちょっとしたパスタなんかを出している、うんまあ、本当にちょっとこうくつろげるイタリアンダイニングみたいなものなんですけどカウンターがありまして結構カウンターも、えー、と6席ぐらいかな広めに取っているんで<ー>んななかなかそ,なそうですねんなに席はこう、ね、肘肘肘肘両肘がつけるようなこの、うん、ふかふかの座椅子とか一、はい、人用の、えー、椅子があるんで、まあ、結構カウンターは広くてもそんなにこうでしょう、えー、席数は多くないい多くないはい。 でそうしたらまあちょっと見た感じだとね真ん中の席が空いてたんでまえまあ恥恥はお客様がににでいらっしゃるあじゃあちょうどいいやつってじゃあ真ん中座真ん中座ったらつってしたらまあ向こうの手間お島さんお疲れ様ですつお疲れですいやまあこうこうの感じでつってまあお互いの自己紹介しますはしたらあ島さんもよかったら座ってください打ち出しますよつってでも間に入れたらさその他のお客さんも邪魔になっちゃうからさそうですねちょっとねそう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 。 いや、いいよって、俺もその後ろにたまたまビールダルが積んであったから、俺、ビールダル座ってるからいいよって言っすぐ帰るし、別にいいんですかみたいな、いいえ、本当然気使わないでって、トマトジュースちょうだいってって、原付きだからね、ノンアルコールでいいから、俺のこと何飲みたいってって、へえあのメニュー広げながら、このメニューの中で何か沖縄っぽいのあります見たんですよ、カクテル一覧だったのよ。 マリブとか指してた全国飲めるやしそれどこでもあるやつですよ、それね。はい。まあ、だから一応ね、この中で沖縄っぽいものって言ったら、あとオリオンビールぐらいかなまあでもオリオンビールは飲みましたしって、まあそうだよなうん。じゃあ、下見てったら、あの、紅っていうね。あはいはいはい。ハイビスカスを使ったね、そうですね。ちょっと甘酸っぱいリキュールというか、ノアリキュールがあって、まあそれで割っ白ワインで割ったものあちょうどいいじゃんって。 ね、飲んでいただきまあこれがいいじゃんって2人がそれ飲みながらね「はい、じゃあ乾杯」とかってやって、えーまあ、そしたら、あのーまあ、その隣の,、えーまあ、その22のね、はい、あの片方、まあ、男子と女子で来てたその方が、うん、男性の方が「もう,もう,もう気使遣ってくれたのか分かんないけどあ僕ちょうどもう帰るから」っつって「うん、おか帰ります」っつってで「島田さんそこ座ったら」みたいな言って。 あじゃあ、ごめんなさいお借りしますねって言って一人の女性が残ってたんですよね、その一人の女性がまたここからものすごいキャラを発揮して、とんでもない夜になるっていうね、はいですかねそろろそそじゃうですね、そろそろそういう時間になってきましたね、すごいよね、今、CM を挟もうと思ってちょうど霧のいいところでね、い。今日もンボールいっぱい探しました。はい えー、でね、前1回かけましたね。かけましたね、そうですね、はいはい。前回は、新納さんの「えー、Because of y でしたね。はい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 。これはなんと、一番最初にあのー、日本で、えー、メジャーで書きました、はいはいはい「InMyOwnWords」最初のアルバムです。おお<ー>。創始空が入ってるやつですね。 懐かしいですね、また。<う>はい、出てきました。はいえー、じゃあ、皆さんこれをか,かけながらね。はい、そうなんですよ、あのー、当時やっぱりね、あのちょっとこう小じ,ゃれ小じゃれようとしてたこうなんか思い出があるんですよね。今じゃ考えられない CD がきちんと背表紙とともにあきれいにきれいに梱包してある今、CD 買わないからね、こういうのもね。うん、なかなかね、なかなかな今、CD っていうのは。 うん、そうそう,そう,そう準備できたできましたさあえー、曲がこのアルバム1から15ありますはいどうしましょうか1から 1>, 1から15だね1から15今日は2月の 8, 8日八日ですね8日ですねどうしましょうか 2> 2 3ぐらい行ってみましょうか。3ぐらいぐらい行ってみましょうか。じゃあ3にしましょうね。さすが、皆、まあ、さん、引きがね。引きがすごいよね。<laughs> ちょっと待ってくださいね。今ね、セットしてるんでね。そう,そうそうそう。いや、懐かしいよね。本当にもこれが来た時は本当、ほん R&B の、ね、ドーンっていう、ね、大ブームが来ましたからね。書いてるよ。今度はニ位オのばだ。理由聞けば分かるよ。JG っていうね。もうまさかのこのね、あのこのずっとこの。 あののの時のですねはい,はい、はい、できましたできましたセットはできたんでさあじゃあいってみましょうかさあでは2位を <はい S> 2> え3曲目ですね「InMyOnWords」<はい S 2> から「宗敷く」はい。 いや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 ほんとねあの引きが強いまさかまさかあの曲だとは思いませんでしたね僕はねまさかの葬式でございましたいやいやまあほんとねちょっと CM を挟みましたけど先ほどの続きでございますえま 女の子2人をアテンドして、知り合いの、まあいわゆるダイニングバーに行きまして、うん席、席がなかったんですけどね、隣のお客様がこう、お2人組が1人、えー、男性の方が帰られた、はい、男性女性だったんですけど、その男性女性の方が帰られた後、えー、僕がその、ね、男性の座っていた位置に、えー、座りまして、まあ、その女性がすごかったっていうところからの話ですね。本当着席もしましまて であすいませんあの気使ってあのもらってみたいな、ねはいはい、気ぃ使わしたてすいませんみたいな、うん、あ全然ですよみたいな、ね、のっけが結構もうハイテンションで年齢にしたら多分30手前ぐらいのかななるほぐらいの方で、はい、その結構落ち着いた若くもあるんだけど結構落ち着いた感じがあるから、うん、まあ結構、あのー、なのかなと思ったら。でしたらこう まあ僕とその店員さんが結構話しながら久々ですねとか話しながらいや,いやいやそうなんだよって、うん、あのまあこっちのねあのー、二人は実はそのさっきお客さんで来てくれたや、まあ、この状況説明をして、うん、まあこの会話がねその、うん、しやすくなるようにと思ってまあ状況説明をね <laughs>、はい、まあそうですねそうしてまあこの紹介者らまあ隣の方が、はい、あの女性の方がね、はい、あのまあ思い込みをかは話しかけてきてほよあそうなんですねってはいあのー、私もねみたいな。 あ,あはいみたいな。うん、私もなんかあのー、このその目の前のねこ,、はい、この子とは結構そのまああのー、まあ結構最近の付き合いなんだけどまあ本当ねあの結構ゆっくりになってみた結構はい、はい、結構ペラペラ喋って、はい、あそうそうなんですねって話、はい、あ俺はこの右側のねこのあバーもあんまり行ったことないとなんなら片方の人はバーを初めてだっていうね <laughs> それでもダイニングバーだから別にちょっと <laughs> まあまあ,あそうそうそう、ね、そんなまあまあかしこまっ <で>ねそうどっちかというとそうお食事があるようなお酒だけで会話をするようなことないから別にとは思うんだけど <うん S 1> まあ一応そんな感じで言うとカウンターで酒を飲むっていうのはなかなかないんじゃないかな要はその結構緊張してるの,この右二人はそりゃそうだよねあの知らない土地で知らないバーに連れてこられてそうですよね俺は帰れって言ったのはに。 不安でしょうがないですよまずはねしかもねこの人は居酒屋来てからずっと接客してくれるけどこの人の人となりもよく分かんないからねそりゃね単なる向こうからしく喋る人だなとしか思わないですよねだからもう俺も分かんないからよく分かんないから話のきっかけをどっかなと思っていや俺もねんかね自分の店でナンパしてきたんだよこの子たちだからよく分かんないよナンパしねえよなとかまあまあまあそう言うしかないですよね。 こういうのアテンドっていうんですけど僕らの中ではね本当にまあねそうそうそうまあまあまあでまあそのままの人がいやこれ残り物ですけどよかったら召し上がりますみたいな自分の食べてるアヒージョかなそのまま入れたらどうぞああすいませんなんか大きい使ってもらって」つってでまあそのね女の子たちも会話に混ぜようと思って「これ頂いたからよかった」っつって「俺もおいしいよ」とか「いや実はこのタコって私今日お土産で買ってきたのよ」つって。 そうなんですねどっか行かれてたんですかいやちょっとバルセロナにいてささっきまで何ですかね、このさっきまでバルセロナにいてさってさってねだろう、30手前ぐらいの方でさよく喋るんだけどさっきまでバルセロナにいてさお土産で買ってきたのってこれもよかったら食べてポテトチップスですかとったらプリングルスなのって向こうでしか売ってないやつってそうなんですねって。 お <laughs> あ,ありがとうございますみたいなはいしまあなんかでもめっちゃこうなんかそういうことを言ってる間にも店員さんが「いや本当あれだよねー」っつって「かっこつけるよね」とかね「なんかめっちゃいじられてんだよ何を」みたいなこと言ってるけど、はい、結構なんかこのド M なのかなと思ったらでもどっちかっていうと S キャラな感じほ本当に猫目のショートカットで活発な女性っていう感じかな。はいはいうん で,でもすごいいじられてるから結構なんか、はい、もう MK 強いんじゃないって結構言われてるから、はい、したら「いやいや私結構全然 S, S には S なの?」とか言いながらね、まあ、普通にこう喋りながら「<に> MK ないかな私別に」みたいな「な <S, S には S なの?」っていうねそう,そう,あもう本当女王様気質というかね、まあ、そういう感じでまあ喋ってる子だったんだけどまあなんせ話がね、うんあのー、まあお好きで、はい、多分お話しするのが好きなんですね女性 よくよく聞いたらさっきまで隣にいた方も、はいまあ、変な話、まあ、二度目ましてぐらいの感覚。あ<ー><は>なるほどねカウンターで一人でお酒をの楽しむことができる、えー、女性なのよ。ははははい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 、はい だからいい趣味も本当にまあまあいい趣味ですよね本当に広がりもねあるから本当にああいい趣味ですね、うん、本当になかなかそういうことできる、あのー、男でもそんなね一人飲みなんか楽しめる人ってまあ結構そ、ね、あんまりそうそうそこまで多くはないうん、そう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 らうそ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 うしてもうそ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 うすうそ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 うのうそうう なんだろう全員での会話とかもう要はこの子たちはこの子たちなりに頑張ろうとしてるんだよどうやってこう私らはこの場を楽しんだらいいかみたいなでもねし最後、諦めたんだろうねこの女の人がめっちゃ喋ってきて俺がそれに返してくるからしてよと <laughs> 無視じゃないのよで 2, 人で2人だけで楽しむとかじゃなくてし、はい、しだしたのよじっと様子を黙って見つめるみたいな <laughs> <ー>なんかあれですよね。 立ち位置的には島田さんがお父さんみたいな感じで二人娘みたいな感じでまんま完全にそういう感じよね。でまあ今こうやってねラジオで喋ってるけど基本的に喋り続けることっていうのは俺さほど苦じゃないからバンバンこうね「あそうなんですか?」とかまあ会話しながらね「いやいや」とか言いながら会話回してたんだけどまあえ多分女の人もねあのまあ結構そのなんだろうまあ 基本的にバーのカウンターだったら喋れる人多いんだけど、うん、いやよかったよとあの私もその喋れる人は喋れるけど喋れない人はやっぱり私もねそのどういう会話で盛り上がったらいいか分かんないから喋れなかったりするんだけどあ今日は楽しいわとか言っていう、はい、あもうそれよかったですあちょっとお手洗い行ってくるわって言って、まあそのお手洗い行ってきたときに女の子二人を観戦してる方が、はいるほあがやっと口を開いたわけですよ。はい すごいですねあのそうやっていろんな人にそのお話し合わせられるってすごいですねって感想を言い始めてすごいななんかそれなんかあれですよね感染まあ本当にあのかん本来本来ならばですよその女の子二人を連れてった島田さんがいるわけじゃないそうですねでも今立場その時点で逆転しますよねそう見せ物だよねそうですよね完全にあの見せ物でしたねそうですよねそうそうそう 俺もそれ言われてさ「ごめんね」じゃないけどこれはなんかちょっと違うなっていうね思って「いやいやいや全然ね」っつって女性がいたら戻られたらまあそのまあたまたまその女性の方もお話の節々から看護師さんなのかな看護師さんでこの子たちも実はその片を看護学生だったのよ。ちょうど卒業旅行で来年からまあまあまああのね 働き始めますみたいな接点、うん、見つけたから、はい、もうここで話せと思って「はい、もうお得にそうなんですよ」っつってかなん,んかいろいろ大変じゃないですか僕も結構ね、うん、その最近看護の人よく遊ぶんですけどとか言ってもこうやって話をこう合わせてやっと巻き込めたと思って <laughs>、えー、やっとそこでパンダは帰るよって <laughs>、えーえー、えパンダ帰ろうかと思ったんだけど。<笑><笑> パンダも喋り疲れてお腹減ってそうそう牡蠣牡蠣2個くれって生牡蠣でつってちょっと贅沢しないと帰れねえと思ってうそうですよねその分のカロリーは大変なものですからね喋ったカロリーはすごい量だと思いますそれはこの2人もさちょうどその右の2人もまあバーなんかあんまり飲まないだろうお酒の注文の仕方から何言ったらねその分かんないから全部もう一応 しかも、俺が知り合いだからもう全部エスコート最初にドリンクどうするとかグラスのグらスてきてどうするもう一杯ぐらいの飲んで帰ったらいいよっ,つって、はい、どうせ明日もう、ね、そもそも沖縄に来てやることなくて俺があのここじゃあ、まあね、最終的にはここ紹介して、うん、で今でしょつってここでもう中途半端に帰ってもしょうがないなと思ってもういいよもう飲めばいいじゃんっ,つって、はい、もうなんかお互い二人いるんだからどっちか先にベロボロになってどっちか大丈夫だからもうその時点で帰ればいいよってって飲いでって。<laughs> <laughs> まあ何の無責任もなしね帰ろうと思ってるから俺はもうもうその時点でそうですよね。俺はもともとあのちゃんと最初からあのその子たちにももうあれだよじゃあ明日早いんだったらもうじゃあ時間決めて二時間なら二時間ってもう決めて飲んで帰ったりよってたらそうですね。俺も二時には帰るってはいはい。もう言ってた手前もあるからでその時間が一時半だったらうん。で飲め飲めってあそうそうだもそうだもそうだのでのでもお酒なんか注文し始めてしたらやっとこうねちょっとこう 会話もね、しだして。<う>あのー、まあまあまあ、この、いわゆる、二十一歳の、この、若いね。この、男女のね、はい、そのか、男女の関係なんか、を話。あのー、あ、そうなんだね、つって。あのー、まあ、実は、あの、付き合って半年の彼氏がいるんですけど、みたいなとか。はい,はい。あのー、あ、そう、そうなんだね、つって。で、まあまあ、いわゆるね、この、二十一歳ならではの、話なんか、をね。うん、あのー、まあ、してて。はい。えー ままあまあ当然ね公共の電場ですからあんまりね全部は言えないですけど <laughs> まあ確かにね今はね、うん、そうそうまあでもね、あのー、いろいろまあ話を聞いた中でのまあその、まあ、アドバイスというかね、はい、まあいろいろまあその言って、まあ、最終的に俺が言ったのは「あの爪切りは持ってったらいいんじゃない?」とか「勘 <laughs> 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 のいい人は,はまあまあまあ <laughs> 何とは言わないけどね、はいそう」って言ったらもうその同じ人も「あれだよね」ってもうあのー「 本当にバーじゃなかったら本当違う違う違うよねみた違、はい、う違、ん、う違う違はい、はい、う違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 ういう違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 い違う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 うう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 なうう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 いううううううとううううう そのこのいわゆるセキュラルト,ロートークをするっていう機会もないだろうからいいんじゃないみたいな、あのーまあ、そういう話もしたらいいんじゃないみたいな、はいあのー、そうなんですねっていうので、まあ、俺も,、ね、もう好きにしたらいいよっ言った手前、はい、俺爪切りって言ったら俺怒られた <laughs> <laughs> まあそんなねまあそうね、うん、そうそうそう、まあ、そんな話もしながら、はいでまあ、若彼氏ね、あのー、女の子たちのこのねその 僕らの,このいつものラジオのトークテーマじゃないですけどね、はい、昼間からブラックっていうところで最終的には、ね、あのこの世の中は男と女と酒と音楽だと思ってるんです。やっぱりあなるるほどねやっぱりその、ね、20歳ぐらいいいのの若子たちに関してはわゆるこのその、まあ 音楽とお酒と男と音楽みたいなところっていうのはまだまだ未知の部分でそこの部分を皆さん楽しみにしてるわけですよでも変な話教科書があるわけではないし世の中にまあまあそうですね正解はないですからねそこにはでもまあそうでもそのためになる話は聞きたいよっていうところが一つ実はそのバーカウンターだったりもするんだよなるほどねっていう話の流れだったからねあそうなんだよつって。 で、まあ、そういう話もしてるわけですよね。はい、で、まあ、最終的にはね、あの、俺はわけわからん、爪切りは必要だよ。っていう言葉を残して、<laughs> あの、僕はスって帰ったんです。立ち去るというね。そうそうそう。はい、まあ、でも、翌日、あのー、まあ、フェイスブックなんか見てたらね。はい、あのー、店員さんというね、長く、あの、ピースで写真撮ってたから。はいはい、あ、よかった、よかった、って紹介しようかったなと思いながら、はいうん。でも、今、このね、ちょうど音楽をかけてる、最後に、ああ今、ちょうどミヤさんから聞いたんですけど。うん、<laughs> あのー、結果、雨降って、あのー。 行けなかったとそうなんですよ、あのー、その日に結果波が高くて結局潜れずにえシュノケリングだけして帰ってきたとあ<ー>まあ潜れたからいいんじゃないかっていう話に落ち着いたのはいたんですけど、ねうん、結果ですよだって僕そこで会ったのが、うんえー、夜の8時ですからねあ結局バスで行ったのかな車借りたのかないやあのレンタカーを借りたらしいですよあよかったよかったレンタカーを借りてで半日ぐらいのまあ料金こっち安いじゃないですか、うん、まあ3000円ちょいぐらいで。 良かった。借りれるんで、まあそれレンタカーで行って、まあ8時ぐらいに、うん、うん、長ってきてます。長海ってきてっていうね。あっ、てまあそれがいいよね。まあでしょうね。ここら辺で動くって言ったらね。12時、12時間とかで借りても、まあ本当ね、要は1日で借りても、まあ多分本当にまあ4000円とか、まあまあそんなにしないですからね。しないと思うんだけど、まあね、それでも良かったよ。 だってバスで行ったら片道1500円1500円の2人で3000円でしょそうですよでまた帰ってきたら6000円だよもうたもうレンタカー借りれよってねしかも距離長いですからねそうそうそう初めて運転するところだからやっぱ怖いけどねうんまあそれはまあどうやって行ったら分かんないでもまあ平日の沖縄なんてねそんなに道はねピークタイム抜ければ混まないですから高速さえなんとか乗っちゃえばそう。たとアクセル踏むだけだからね本当にまあだからよかったよかったそうやってね まだその彼女たちがね、あのーまあ、うちのこのちょっとね、あのーまあ、本当に系列のイケメン店長をねお、はいあのー、ろしたんですよ僕も初めて会った時にね本当よかったら系列のバーでもいいかなと思ったから、はい、そしたらその俺らの身内が面白いにたくさんいるから、うん、身内にこう楽しいエスコートをさせてもいいかなと思ったんだけど、はいあのー、そのイケメン店長自体はもうそのなんだろうな、あのー、身内にエスコートをやるよりかはもっとなんか楽しいことないかなって考えてたようで。はい ああ、なるほどね。そうそう,そうそう、そう,そうそう。まあ。うん、俺もまあ、その、この子たちは、多分、その、うちのバーで飲むような。お客さんでもないのかなとかもか、ね、はいろ、はいろ、うん。まあ、そんなこ、そんなこんなで、結局。あのー、まあ、その、相談に乗ってもらおうと思って、まあ、店長おろしてあげます。やっぱイケメンは得だね。もう、俺と喋ってる時は、本当に、<laughs> あの、ただのおっさんとも喋るから、けども。<laughs> もう、なんか、女の顔になるから、ね、やっぱね、21歳でもね。それは、そうでしょうね。 あもう俺もそう思った瞬間すってこう見守るっていうこのお父さん気質でね,こうねだってもうあの方にはかなわないですよねどうやってやってもそうそうそう,、うん、もうそれでいいんですよそれはもう,、ねはい、もうそれはしょうがないですもんそれはまあでもねお、えーはい、とといあ本当ねこうやって、まあ、居酒屋さんいろんな出会いがありますんでね、はい。本当に、あのー、こういう感じでもし、あのー、迷った人がい そのね友達とかで、その内地に来て迷ったっていうんだったらあのぜひともねあの我々春雨のトンキの方に来てください。そしたら何とかしますんで、とかしますね。何とかします。あの我々まあまあコミュニティ広いんで、まあまあまあ何とかします。んとかします。はい最後何の番線だよってそう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 。まあ本当ね。 暇になったらおいでくださいませとそうですねこの先のの今日のご予定とから最後のスケジュール、最後温泉入って帰るところまではご案内しますとプランニングしてね、ご紹介しますというところですねの今日はなぜかそのグループで一日ずっと喋れてしまったっていうね、素晴らしいですね、これねもうびっくりするぐらいだって50分ぐらい喋ってるから多分ねそうもすね。うも 番組終わりりにてます <laughs> これびっくりしますねその,その話題だけでここまで喋れるっていうのはまあ久しぶりにあれですね <laughs>、はい、いやまあ面白いね、はい、あれだったけどいやーすごいね皆さんなんか喋るいや急にいや急にですか無茶 <laughs> 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 ぶりですねそれで無茶ぶりだったね、はい、そうそうまあまあね、あのー、バレンタインデーも近いからねそうですね、まあ、バレンタインデーはもう来週ですかねそうね あのー、まあまあチョコレートやらないやらねちょっとさすがにあの、はい、今年はあのいつももらうばっかりでしょうあれだから、はい、ちょっと用意しようかなと思っててねああなるほどなるほどプラスオンライン、まあ、上でちょっとケーキ屋さんもできたんで少しそういうところも用意しながらやろうかななんて思ってるんですけどねまあよかったら、はいあのー、今年はちょっとね本当にチョコレートが欲しい、えー、という男子とねあのチョコレートが欲しいっていう女子の方からねご一報いただければね あのそれをマッチングするマッチングサービス島田っていうのを <laughs> 始めたいと思いますねはいお見合いですかそれは <laughs> 紹介所みたいな感じになってますよそ,そうそう,そう皆さん2つ3つねちょっとあの本命チョコを2つ3つ持って頂い,いてねひと言ねあの別にあんたにあげるために用意したんじゃないからないんだからねっつってね <laughs> 本当にもうそうそうそう <laughs> なんそそれどっかう四うそ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 うてれそれ <laughs> そう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 いうそ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  いやーまあ本当ねあのー、来週からはまあそのバレンタインデーもあり、えー、まあもうねその再来週にはキングスもありって我々私はねそうですねそうそうそう,そう、はい、あの本、ー、当ちょうどまあ話が終わるけどあのー、女子高生がまあね一人働いてる子がいて今年卒業の子がいてあはいはいはいそうそうそう、うん、でまあその子がねあのー、一応まあその仕,仕事の関係で連絡先を交換したわけですよはいそのー 遅刻しないように来いよじゃないけど集合場所こっちになったっていうか一応その連絡先は知ってるけどまあ特に俺から何か言うことはないからいあれだったんだけどまあたまたまそのまあ共通の知り合いなんかもいてあの島田さんって<う>んあの帰り西原まで送ってくれる人誰かいないですかって分かってるんだよあいつも知ってるからその,その,子も,その子も知ってるから <laughs> はいはい今日はねあの人ねあのアテンドだから今日無理だよっ,つって。はいはい <laughs> あのー、直接知らないから、はい、お前ほんとずぶとい高校生だよなと思いながら <laughs> お前別に俺とお前は全然その仕事仲間としての,そのあるやん別に仕事仲間だから別にいいけど、はい、俺の友達を使おうとしたらお前すごいな女子高生それはすごいですよね JK すげえわと思ってあのー、はいいや僕らもそんなにね、まあ、それはあの <laughs> ちょっと悪くて言えないっていうところもありますからね高校生怖って遠慮知らなみたいないいことなんだよまあまあそういうことはねいいことなんだけどんだろうとモデルずっとね多分モデルやってるから大人の世界にもね足を踏み入れてる方の子だとは思うんだけどそっちの部類でしょうね。まあでも なんだろうそのこの警戒心まあまあ警戒心のなさはまあそうだろうと思うけど、はい、このなんだろうなすごいなと思ってすごいですよね <laughs> 何を言い出すかと思ったらね <laughs> そうあの送ってっていうね <laughs> しかも俺じゃない人間 <laughs> はいはいはいあまあまあいいんだよ別にって思いながらで <laughs> まあ当然言うわけですよ <はい S 1> 無理だわっつって無理だわっていうか向こうはちょっと用事あるから多分それは無理だぜっつってそ、うんうん、したらまた LINE が返ってきて。 あそうです分かりましたみたいな感じだったらあれだけど違うんだよねへっへーんって誰に送ってもらったでしょうか知らねえよって話でしたよこいつ急にのろけだした <laughs> 怖いわ若いって怖いわほんとびっくりしたもんまあねそ若い子のノリでしょう、うん、でもねもうねそれはすごいよね、はい、あのー、そんなのですよもう こんなも,もうすごいですよ本当に。三十三十ね行ってるおっさんたちを振られても知らねえよって話になりますからね。<laughs> いやもうなんだろうなあの俺妹が二十三で、はいはい、そうそうだからそのそれより下だから多分なんだろうね娘というかはい、はい、感情的には、ねうん、なんか違うんだけどさうん さらに妹か,っていうか妹の,との年下って考えるとすごいなと思うんだけどそうですよね妹の友達考えたらちょっと怖いですよねいやいやそうそう,そうでもそれより下だからさそうですよねそうだその子と、うん、その子になんか「へえー、って言ったら <laughs> 俺こいつに何を試されてんだろう,うのよ <laughs> 俺はいい大人何か <laughs> 何をこいつは俺でからかって楽しんでんだろうみたいなまあいいおっさんだけどもうちょっとこのなんだろうその恐れおのなんか恐れてもらっていいじゃないけど <laughs> ねそうなんか なめられてんないやいいんだよ別に全然。そうなめられなそう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 もうそんな感じなんでね。もうそれはしょうがないですよね。僕らのこういう仕事とかねああいうノリとかでやってどうしてもそうなっちゃいますからね。はい。知らねえよしかないよねっていうね。もうしょうがないですはい。本当に。そうそう。急にお前出した。俺は最近なんかそういうねあの若い子たちのこのなんだろうねあの。 まあ絡みというかさ、はい、そういうのも多くなってきてるんだけどまあその年柄ねまあ若い子入ってくるじゃんのあいつら本当に俺がなんか,なんか汚れた熊のプーさんかなんかだと思ってんだよ本当に <laughs> ちょっとあのブラックなク熊の,のプーさんがんかのキャラクターだと思ってんだよみんなね,多分ね。 っていう話を昨日したらたまたま店の前でねちょっとせんべろじゃないけどねそんなヤッホーのお店の前でコーヒーなんか売ってるんですけどそこでアルコールも売ってるからちょっとしたせんべろモードみたいな感じになってそこの男の子はね「島田さんそれってもうくまモンかなんかじゃないですか」っつってね「誰が見た目でブラックブラックを合わせろってよ」みたいな「誰がうまいこと言えって」っつってねもそんな感じでございましたからでもそれなりにまあね島田ちゃんも年を取ったっていう。 それなりの年を取ってい,いい部下ができたってことでねいや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 あのー、ね、あのー、ちょっと本当にもう,もうそろそろね3月には僕も年をまた一個取って31になりますんで、はいあのー、ちゃんと精進したいと思いますで, <laughs> <laughs> でもまだいいですよねそういう,、ね、う年下の子たちがそうやっていいよって来てくれる分にはまだいいですよねそうだねはいあのー、まあいつまでもねこういい先輩じゃないけどね気軽にねその結婚したりしちゃうとさなかなか。 そうですちょっと今度近づきがたくなっちゃいますからね家庭とか持っちゃってやっぱりそうそうだからまあふらふらねしてるお兄ちゃんとねふらふらしてるお兄ちゃんなのかおっさんなのか分かんないけどねできるだけお兄ちゃん側でいたいと思いますのでそうですねおじさん側には踏み込まないほうがいいですよそうですねはいあのなんとかなんとかしたいなと思ってますんではい今年もやりたいと思いますそんなそうですよだってもうこんな時間ですからねもうそろそろエンディングを流さなきゃいけない時間になってきました 今日はね今日はでも喋りましたねこれねすごい1時,間1時間1時間はもうずっとその観光客の女の子の話でほぼ終了でございます <laughs> <は>い,いやーはいは。まあねあのー、調子がいいとこだるんですよ <laughs> <laughs> まあね <laughs> はい 本当ね、あの、ま、あの、皆さんね、ゲストじゃないけどね、あの、本当にもう、皆さん、出たいわっていうけどね、みんな夜の人間だから、朝起きれないから、そうですね、皆さん頑張って、この昼ぐらいに起きていただいて、はい、ぜひね、ちょっと騒がしくしてもらえばいいと思います。じゃあ、次回は、2月の15日、そうですね、バレンタイン後になりますね。はい、じゃあ、バレンタイン後に、いくらもらったかの報告を兼ねて、お話ししたいと思います。はいそれ はい。あとでございます。本日もありがとうございました。ありがとうございました。